皆さんこんばんは、宮城舞です。今日はマスクの時にちょっと言ったと思うんだけど、質問をみんなに募集して答えようと思って撮ったことがあったんですけど、私のミスで全てデータが消えてしまいました。大変申し訳ありませんでしたなので仕切り直して、今日は質問コーナー第2弾を行いたいと思います。事前にインスタグラムの方で質問を受けて、いくつかその中でピックしたものを今日もお答えしていきたいと思います。はい、それではサクサクいってみたいと思います。まず1個目、シミの対策してますか？肌綺麗で羨ましいですっていうことだったんですけど、前回のギャルメイクでみんなご存知かと思うけど、めちゃくちゃ日サロいてたんですね。昔体とかすごい日焼けしてて、顔はタオルかぶせて焼いてなかったんだけど、あんまりシミができにくい体質だったっぽくって、全然シミできなかったんですよ。なんだけど最近ここにできたの、この目の横にね、なんかピッてなんか切れてるみたいな、結構大きいシミみたいのができて、最初シミって分かんなくて、何これみたいな、引っかいしちゃったかなと思ったんだけど全然消えなくて、クリニックの方に相談行ったらシミって言われて、でもシミ取りって一回こうレーザーで当てるとさ、黒くなって2、3ヶ月は治んないのね。でやっぱりこう YouTube も撮んなきゃいけないし、もちろん撮影とかもあるから、それはできないってなって今諦めてるとこなんだけど、でもこのシミがすごい嫌すぎて、今年の年末に撮ろうかと思ってます。私も普段はもう外出ない日も日焼け止めを塗ってます。普通に朝顔洗って化粧水してスキンケアの後に絶対日焼け止めは塗って、外の窓からの日とか紫外線とかでもシミとかできちゃうと思うので、日焼け止めは絶対マストで塗ったりとかして、息子と公園行く時は絶対帽子かぶったりとかして対策はしてます。次、人生で初めて同性を好きになり困惑しています。すごいよね、女性を好きになる。私には想像できないけども、すごい自由な世の中になってると思うんで、全然応援もするし、そこに対して私は全然なんか批判っていうか、なんかそういう変な偏見な考えとかは全然なくて、むしろ私 YouTube とかで、ね、よくさ同性愛の方とかやってるチャンネルとか、そういうのすごい見るの好きで、なんかやっぱりこう未知の世界ではあるんだけど、やっぱ愛し合ってることは確かなのがすごい伝わるし、すごい応援したいと思います。頑張ってください。次、恋愛経験が少なくて不安です。若いうちはどんどん恋愛すべきでしょうか。まあ、なんかこういう質問も結構多くて、20代後半になって結婚も彼氏もいなくて不安ですとか、なんか一度も彼氏ができたことがなくて不安ですとか、なんか恋愛経験をしてるから幸せになるっていうことでは私はないと思っていて、なんか恋愛経験をしていて、まあ、私も少ない方ではないと思うんだけど、経験しなくてよかったなって思うこといっぱいあるし、なんでこの人好きだったんだろうと思うこともいっぱいあるし、なんかやっぱりなんつうんだろう、少なくてもいつかは絶対に自分のことを好きになってくれる人とか、自分がすごい何もかもよりもこの人が好きって思う人が現れると思うし、もし仮にいい人がいたとして、この人いいなと思っても、でも私恋愛経験ないからって思ってとどまってるなら絶対それは間違いで、なんかもうこの人いいと思ったら絶対そこに踏み出すべきだし、少ないことで自信をなくすっていうのは間違ってると思うから、どんどんこう自分がいいなと思う人にはアタックしてほしいし、まあ、今からでも恋愛経験を増やすことはできると思うので、ぜひ幸せになってほしいと思います。はい、次、そろそろトイトレ始めようと思ってるんですが、バブ君やってますか？2歳とか3歳になるとトイレトレーニングやってますかっていう質問がすごい多いんだけど、うちの息子は1回だけトイレでうんちできたことがあったの。なんかその時はなんかこううんちした時にママうんちしたって言えるようになったのね。一回ママうんちしたって言ったんだけど出てなかったの。だからあしたいんだと思ってトイレでしてみるって言ったら、うんって言って座って、座るとさ、なんかうちウォシュレットついてるから、座った瞬間にプシャーってさ水が出てくるのね、洗浄するやつが。じゃあそれでなんか緊張しちゃって、なんか顔がすごいこわばってこんなになって、パッパンってちょっとこんなちっちゃいのが出たのそのことはあったんだけど、その後緊張して出なくなっちゃっておむつ履かせたら大量にうんちしたんだけど、でもそれ以来ママトイレ行くから一緒に行こうって言うと
うん、行くって言ってトイレには入るんだけど、じゃあトイレしてみるって息子に聞くと、うんうんって言ってトイレに座らなくなっちゃったの。だけどなんかいろんなお母さんとか先輩お母さんに聞くと、まあ、いつか絶対するから別に焦んなくていいよって言われてるので、なんか無理にこうトイレ行こうとか、なんでトイレできないのとか怒るのは絶対ダメらしくて、失敗してもお漏らししても。なのでうちの息子も3月生まれなので、あの長い目でやっていこうかなと思うんだけど、まあ、あの保育園とか幼稚園行ってるお子さんとかは、まあ、園の方でもやってくれるし、まあ、園の方とこう相談しながらペースを決めてったらいいなと思うので、私も別に全然焦ってないので、あの周りの子ができてるからとかそういうので焦ってるお母さんがいたらゆっくりでいいと思います。はい、次。旦那さんと結婚した決め手は何ですか？旦那さんのことよく聞かれるんだけど、結婚した決め手っていうか、まあ3年ぐらいお付き合いして、でまあそろそろ子供欲しいねって感じで結婚したんだけど、なんかすごいいいなって思ったところは、人の悪口を言わないところ。なんかこう男の人でさ、あいつあれでどうのこうのでなんとかこうとかでとか言って家帰ってもぐちぐち言ってる人よりも、人の悪いところを言わずになんかいいところを見つけられる人なんだなと思っていいなと思ったんだけどいざ結婚してみたら私の悪いところめちゃくちゃ言われるっていう、そういうオチがついてきたんだけどまあでも他人のことはそんな悪く言ってるところは見たことがないかなって感じで、まあ、それが結婚の決め手っていうかそういう感じかな。あとはなんかこう人を裏切ることをしなそうだなっていう、すごいなんか男気がある人だなと思って結婚してみました。はい、次。ダイエット始めて運動頑張ってるんですけど永遠に食べるのやめられないです。どうしましょう。なんかダイエットって食べないことが正解だと思わなくて、気持ちと体絶対つながってるなって私は経験上すごい思うの。なんか私もすごい太った時あって2回ぐらい人生で、その時にやっぱ痩せたくても周りの目とかやっぱなんか太ったねとか言われたりとかすると痩せなきゃっていう衝動に駆られて、どうしても痩せなきゃって思ってると、その気合入ってる時はさ、よし痩せようと思ってなんか痩せやすいもの、野菜とかだけとかさ、じゃあこの日は夜ご飯抜くとかできるんだけど、そのスイッチが集中力が続くことは絶対人間として無理だと思うので、なんかそのスイッチが切れた時にすごいお菓子食べちゃったりとか、なんか今日はいいやと思ったらもう夜中にラーメン食べちゃったりとかしたこととかもあって、絶対それってストレスじゃん。ストレスでそうなってて、でも周りには絶対言えないの、それってなんか食べちゃったとかはダイエットしてるって言ってるから、その結果が体として出てるから、そうなってくるとなんかその悪いサイクルに入って、なんかもう何を頑張っても痩せなくなっちゃう時があったんだけど、やっぱそれってなんか短期間でやろうとしてる自分がいたのね。例えば2ヶ月で4キロ落とすとか、1ヶ月で何キロ落とすとかじゃなくて、半年とか1年とかかけて2ヶ月頑張って4キロ痩せたとしても、じゃあ2ヶ月後に4キロやって1ヶ月後にまた同じ生活にしたら、また3ヶ月後にはまた体重に戻ってると思うのね。じゃなくてなんかもう一個一個でもなんか自分の続けられるようなこと、この前なんか YouTube でストレッチの動画上げたと思うんだけど、まあ、あれは私は本当に20代前半から前に続けてるダイエットで、あれをやってることによって本当に太らなくなったのね。でもあれってトレーニングでも何でもなくてただのストレッチなんだけど、やっぱああいうことをしてることによって、なんていうの、自分の血の巡りっていうのなんかそういうのが多分サイクルっていうか、なんていうんだろう、いい意味でね、こう血の巡りが良くなって、今じゃなんかあのストレッチをやんないで寝た日は罪悪感でしかなくなるまで来てて、私はなんでなんか腹筋5回でもいいと思うし、なんかそういうなんつうの、ちょっとしたことをずっと続けることによって結果が出てくると思うので、なんか無理に短期間ダイエットとかなんかそういうのは絶対やめてほしいと思います。なので長い目を見てダイエットみんな頑張ってください。はい、次。マイプーの心がけている人への接し方を知りたいです。これはね、なんか私って声低いじゃん、わかるけど、なんかこう喋り方とかもなんつうの、ちょっと偉そうに聞こえるのね。でも自分では全くそんなつもりがなくて、でなんか若い時はもう自分が思うままに喋ってたの。だから今見るとマジこいつやべえじゃんっていう感じの喋り方してるわけ。なんとかなんとかでなんとかでみたいな、なんかもうよく言う若者っていう感じの喋り方をしてて、でなんかそれってでも自分では意識してないの。なんか自分の思うままに喋ってて、だから第一印象がめちゃくちゃ悪かったの。電話だとなおさら怒ってるって誰にでも聞かれてたの。え、怒ってるって友達とか、まあ、マネージャーさんとかもそうだし、そうなんかこう喋り方の強弱とか声の低さでとか、なんかその友達だったらこの自分のキャラを知ってくれてるからいいんだけど、
初めて会った人に対しては本当に第一印象が悪くて、でそれで一回なんか事務所の人に怒られたことがあって、でそっからすごい気をつけるようになって、初めて会った人には声のトーンを2トーンぐらい上げてる。本当にもう自分の中ではすごいオーバーなくらいこう強弱をつけて話すようになったの。あ、そうなんですかみたいな、まあこうオーバーに言ったらね。そうしたらなんかこう第一印象がなんかこう悪い噂を聞かなくなったんだよね。なんかそれまでは結構あの人怖いって言ってたよとかめっちゃ怖がられてるよとか言われてたんだけど、なんかもうそれですごい反省して、そう強弱をつけるようになったのと、まああとはこう目上の人でも年下の人でも初めての人には絶対敬語を使うっていうのがあって、私の中でね、初めましての人で明らかに年下でも敬語を使ったりとか、相手に敬意を見せるじゃないけど、そういうのはすごく心がけてる。なんでまあ学んでいくと思います私もすごい学んで、え、わかんない、今でも怖いって思われてるかな、今大丈夫、昔はそう思われてたよね。昔私一番最初マジでかかったそうだから本当になんか第一印象ってなんか第一印象で決めるのはダメだみたいな、なんかよくあるけど、でも第一印象ってマジで大事だなと思って、大人になるにつれてそれはすごい思うから、まあ嘘でもいいから、もう友達にはさありのままの自分を見せてもいいんだけど、まあ仕事とか目上の人とか、まあ多分一生会わないだろうなって人の前でも第一印象だけはしっかりなんかこう自分の好印象をこう染み付けるじゃないけど、そのためにこう喋り方に強弱つけたりとかしてます。はい、次、ベビちゃんの歯磨き嫌がりませんか。それはあれだよ、バイキンさんさようなら、バイキンさんさようならだよえ、マジでこれさ歌出してもいいと思うんだけど、私どう思う。スタッフは、ね、苦笑いでございますでも最近なんかもう息子ももうノリノリなんだよね。なんか続きがあって、この歌にはバイキンさんさようなら、バイキンさんさようなら、さようならさようならさようなら、さようならさようならさようなら、いっぱいお菓子を食べたいからね、さようならさようならアイスも毎日食べたいよ、さようならさようならさようなら、ママも一緒に食べてよねって言うと、息子がママ食べてないってそう、それでもう我が家の定番になってます。なので皆さんも多分子供は好きだと思うので、ぜひこう歌いながら一緒にやってあげてみてください。はい、次、今行きたいところはズバリどこですか。もうこれはさあれなのよ、まあリアルに言うと外食、もう焼肉食べ行きたいんだけど、自粛期間中だった時にカンドラにめっちゃハマって、もうマジでやばくて、私って本当に泣かないの、マジ泣かないんだ。だからなんかその恋愛系の映画とかドラマとかなんかハッって感じだったんだけど、でアクション系とかもすごい好きだったの、スリルとかなんかそっち系のドラマとか映画とか見てたんだけど、なんかこうやっぱ友達とかに勧められて、まあじゃあちょっと見るもんないし見てみようかと思ったら、もうやばくって、もう何年ぶりかにこんな涙流したかって感じぐらい流して、もう本当に毎日目が腫れるぐらい見てたのね。でもそれでもう寝不足になったんだけど、なんかマジみんながハマる理由が超分かって、芸能人っぽく言うと、まあ家族でハワイとか行きたいですとか言いたいんだけど、マジで韓国行きたい、しかも子供置いて行きたい、旦那さんが許してくれるならば、もうその女友達同士でもう子供置いて韓国をもう一泊でもいいから行きたい、もうそこ今一番行きたいところはヒョンビに会いに行きたいまあその会いたいとも言わない、だからもう本当にやばくて、私本当にハマっちゃって、なんかその主人公の顔を見ると元彼に会った気分になって見れないの。なんかインスタとかフォローしてんだけど、インスタこうやってストーリーとか出てくるんじゃん、そしたらもうパッてね次に行くの、なんかわざとなんつうの、あ、ダメ見ちゃダメみたいなさやばくないだいぶ来てるんだよね、やっぱこう年齢を重ねるとそういうのにハマるらしくて、だからもうそれでもうすごい恋愛した気分になって、もう胸が苦しすぎて、その人の気持ちになったらまた大恋愛した気分になれました。なのでちょっと私は韓国に行きたいです。はい、次、妊娠中どれくらい体重増えましたか。まあ総合的には12キロ太りました。私別になんかつわりとかそんななくて、ないんだけど、なんかこう食べなきゃいけないっていう衝動に駆られて、妊娠初期の時にすごい食べてたの、つわりがないから。そしたら一気に4キロ増えたの最初に。あ、もうこれはやばいな、20キロコースだなと思ってて、でなんか結構初めてのことだから、妊娠初期ってすごい怖くて、運動好きだけどこの運動したことによって何かあったらどうしようとか、なんかそういうのがあって、食べるんだけど全く動かなかったので、なんかつわりはないんだけど眠気がやばくて、常にずっと眠かったから、
寝てたのね。食べて寝て食べて寝てってしてて、だからもう最初に4キロ太ったことがやっばーと思って、安定期入ってからもう毎日ほぼ毎日運動してた。ウォーキングしたりとか、家中雑巾掛けしたりとか、ベランダの掃除を週1回したりとか、なんかその時10回か8回ぐらいのマンションに住んでたんだけど、まあ、そこのマンションこう登ったり上がったりとかしたりとか、スクワットしたりとか、まあ、めちゃくちゃ運動してて、そう12キロで収まりました。なんで、まあ、その時もストレッチとかもしてたんだけど、まあ、妊娠した時は増えるじゃん絶対に。だけどやっぱそのおかげで代謝が下がってなかったっぽくって、その落ちるスピードは速かったかもしれない。なのでその増えてもやっぱこう代謝を下げることで燃焼しづらくなってくるから、特に年齢を重ねてくるとね、戻りやすいように運動してたっていう部分もあるんだけど、まあ、12キロぐらい太っちゃった、まあ、でも友達ですっごいガリガリの子でも22キロ太った子でも元に戻ってるから、みんな気合い入れれば大丈夫だと思います。まあ、でも太りすぎには注意です、難産になるので、はい、頑張ってください。はい、それでは今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは宮城舞でした。バイバイ。